さあ今日ですね、この諏訪大島の夏祭りが中止になったんですけど、僕は諏訪大島へ今行っています。はい、見てください、この運転手なんで僕に振るんですかちなみにガードレール黄色いんですよ。はい、それは何か理由があるんですか。山口だけなんです。それなんででしたっけ。普通落ちたら危険なんですよね、ガードレールって。けどなんかあれ黄色オレンジ何色なの。オレンジです。山口の県の花が、はい、夏みかんなんで、夏みかんカラーなんです。へー。でももうこれどんどん減ってます。理由は、うん、作るのに高いから。あ、そうなんだ。でも田舎には残ってるので。オレンジ色ですよ ね、 すね。夏みかんカラー、夏みかんカラーです。夏みかんカラーダッチャダッチャです。あ、そうか、ダッチャです。本当ね、トトロが出てきそうな本当すごいですよね、これ。さあ、大島に、大島まであと7キロ。そう、いきなり出てきますからね、この山の中の風景からいきなり海になるので。そしてあれが有名な力寿司来ました、ジャンボ寿司半端ないですからね。自分でネタを切って、ちょっと行ってみたいですよね。出川さんもやってましたよ、この間。あ、本当ですか。月付きの旅で。これ海が来るって思えない風景ですね。ね、これ見て、これすごいな。鹿とかおりそうですよね。鹿、うん、いるかもね。猿は絶対います。すげえな。小豆島の次に作られたのがこの大島なんですって。へー、うん、本当に。そう、古事記にも載ってるんですよ。すごい。古事記編纂1300年を超えましたね。上がりますよ。右方向ですね、大島入ります。右に行けたことどうする。いやいや、右じゃない。島に到着しました。いやいや、大島なんかこれ探検みたいな感じですけど、これまず最初に、あ、左が、右側には夏みかん色のガードレールね。うわ、すごいな、これ車で行けるのか。大玉根神社へ向かってます、うん、まず最初ね。道路舗装されてんのかな、ほら。だから右は落ちたらやばいよね。すごいな、これ帰り帰れるかな。なんか木があ、あれ溶けてこようかな。これ溶けた、ちょっと待って、溶けた方がいいのかな。大
タイフルーの後だから。ああ。多分。なるほど。うわすごいなこれ。え、待って、またちょっとで着きますよ。何この、これは何の後なの？家？皆さんこれが大玉ねじん。違う。うわ、もなんか森のトンネル。すごい。すごいなこれ。デリン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 。すごいすごい。ちょっとうわ。これ U ターンできるかどうかすっげえ不安なんだよこれ。U ターンは神社できっとできる。あ、すごいすごい。何これ。うわすげえなこれ。自然にできたんでしょうね。ねえ。だってランプついたもん。あ、暗くて。ちょっと黙っといてもらっていいですか。すいません。すいません。わ、これちょっとそこ道ある。道あるそこ。うわでも間もなく着くはず。ここ止めときます。あ、ここじゃない。あ、これだこれだ石だめ。見つけたよ。見つけた。